ロケットエンジンの推進剤効率を示す尺度であり、推進剤の質量流量に対する水力の大きさを示す。定義は水力 TF で単位は秒である。ノズルの適正膨張を仮定すれば、噴射速度を重力加速度で割ったものという物理的な意味を持つ。言葉を変えればとなり、これは例えば地球の地表の場合であれば、1トンの推進剤を 噴射することで1トンのものを、その重量にこうして空中に支えるだけの、垂直水力を維持できる秒数といえる。あるいは、1秒間に噴射する、推進剤の質量の何倍の質量の物体を、地球上の空中でホバリングさせられるかという意味とも、取れる。この場合、推進剤以外のロケットの質量は全く関係が、なく、噴射に伴って推進剤が減ることも考慮しない。 ロケットエンジンやロケットモーターの質量も関係せず、少量で軽い推進剤を高速で噴射するほど飛水力は向上する。推進機が推進剤を消費する効率について、多種多様な推進機同士の飛水力を比べることは意味を持つが、推進機や燃料タンクの質量は考慮されていないため推進剤効率以外の性能や経済性は示していない。 推進機の性能は、被水力ばかりでなく補給類を含む、推進機の質量を踏まえた、水力重量比も重要であり、総合的には、信頼性、安全性、さらには製造コストといった、経済性も、総合的な性能に含まれることがある。被水力と速度の関係図た手軸、被水力横軸、 マフハ数1、レシプロエンジン2、ターボジェットエンジン3、ラムジェットエンジン4、ロケットエンジン現在のほとんどの実用的エンジンが燃料の反応後の排気ガスをそのまま推進剤に流用するため、これを推進剤ではなく燃料としても大体は合っているが、純粋なロケット力学的には全く燃料ではない推進剤である、ペットボトル水ロケットの推進剤である液体の水についても、 被水力は算出できる。AB 防衛技術ジャーナル編集部編、ミサイル技術のすべて防衛技術協会2006年10月1日、初版第一冊発行は ISBN49 億90002万9828。ありがとうございます。